池田恵美のリファーラルフォーライフ。時刻は十時三十分を回りました。皆さんおはようございます。池田恵美のリファーラルフォーライフ時間となりました。はい、今週もまあ今年もですねお聞きいただきましてありがとうございます。 この番組は面白いお形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみです。この番組はリファーラル 紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっても機能素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です双方向でお伝えしていきたいと思っております番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問どんどん募集しておりますメールアドレスは797 at mark fmgino1.com ままでお願いいたしますスマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスラジでも配信してますので、FM ギノワンを検索して、ぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。ツイキャスからはコメントもお待ちしております。はい。えー、さてさて、新年を迎えました。皆さん、明けましておめでとうございます。 えー、昨年は、ね、どんな一年だったでしょうか、えー、今日は皆、ね、さん、すがすがしい朝をお迎えのことと思います。えー、今年一年が皆様にとって幸多き一年でありますように、また今年は、辰年、龍のごく天にも昇る勢いで、飛躍の一年とな,るやなりますようにお祈りしております。 この番組も3年目となりました。石の上にも3年って言いますよね。なので、今年1年、えー、放送した先に、えー、ちょうど丸3年迎えると、何か見えてくるのことがあるのかな、そんなふうに思いながら、今からワクワクしています、えー。今年も多くの方にお役に立つ情報をお届けして、そして素晴らしい、えー、多くのビジネスパーソンをご紹介しつつ、 番組とともに私自身が成長の年となるように頑張ります。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。ぜひですね、えー、今年はこんな情報欲しいよとか、えー、こんなあ番組にえー、えー、しなってほしいなみたいなねリクエストとかご意見も、えー、FM 技能湾の方までぜひあの皆さんのお ご意見お寄せください。そういうねお声をいただけるのが本当に励みになるなって思います昨年は、ね、ちょうどお、まあ、2周年とかいろいろイベントがあったんですけどその都度その都度ですねリスナーさんからコメントをいただいたりですとか、えー、もう励ましのね、えー、お言葉をいただいたりプレゼントにご応募いただいたりもう本当にこうなんかねラジオって でこう皆さんとつながっていられるんだっていうのを感じた一年でしたの。私がこの番組を始めるきっかけとなった方がいたんですけども、えー、金曜日の夜の番組をしてらっしゃいます、ウィークリーコンビニラジオのパーソナリティ、えー、コンビニ社労士の安さやかさんですとか、えー、ビジネス天国の新里哲也さんが、このラジオは コミュニティーツールだと、双方向のコミュニティーツールだっていうふうにおっしゃっていて、や、え、す、ー、さんはね、その新里さんの言葉にとっても興味を持ったというか、共感をしたっていうふうにおっしゃってて、私それを聞いたときに、あんまりちょっとピンときてなかったんですよね。ラジオってなんかこう、こっちから配信して、皆さんに聞いていただけるものだから、いっぱいいっぱいいろんな情報を言ったほうがいいのかなとかって、最初思ってたんですけど、 なんかね、だんだんやればやるほど、特に去年後半になってからは、あ双方向のコミュニケーションってこういうことかなーっていうのがだんだん分かってくるようになりました。なのでね、なんかすごい、うん、あのラジオが楽しくなってきましたね。結構、ご遠方からもこの番組聞いていただける方も多くてですね、海外からコメントをいただいたりですとか、番組終わってから、あのまあ、 アセンティブのお問い合わせのメッセージに、メールにですね、あの海外からも聞いてますよなんていうお言葉をいただいたりして、とっても勇気をいただいております。えー、途中途中ねあの、ツイキャスでコメントもいただいたりして、できる限りそれをあの皆さんにお伝えできるようにしてるんですけれども、まあ、こういうのがね、あ 双方向のコミュニケーションかなと、そしてリスナーさんと一緒に作っていくことができるんだななんていう風なことが、やっと去年なんか分かってきました。なので、これからもですね、皆さんとともにいろんな情報を発信しつつも、皆さんのご意見ですとか、皆さんの考え、そして、えー、なんかコミュニケーションをとりながら、笑いながら番組を進めていきたい。 なあっていいう,うに思ってまますすのでぜひよろししくお願いしますさあ今ね新年ということですけども皆さんはどこでお過ごしでいらっしゃいますでしょうか地元にねお戻りの方もいらっしゃるのかなあっていうふうに思いますしあのー、普段こう都会に出られてる方が、えー、地元に戻られたりまた、あのー、今のね、えー、普段お仕事されてる エリアでお過ごしの方もいらっしゃるかもしれませんね。私はいつも、正月は、三日日は、えー、地元の埼玉県草加市で過ごしております、まあ。元旦は家族みんなで集まって、えー、弟、家族、妹、家族、まあ、あとは日本に、えー、来ている、まあ。ニューヨークのいとこ、夫婦なんかも来て、みんなでワイワイ過ごすのが、もういつも恒例になっています。も、ま、う、あ、一個、もう一個もね、だいぶ大きくなりまして、一番上は大学。 で、まあ、今就活してますねそして大学1年生とか、えー、これから受験の高校3年生だったり、えー、中学生だったり小学生だったりいろいろいるんですけどまあおばさんねあのお年玉毎年大変ですね。<laughs> 子供はねお年玉がもう一番楽しみ ですからねこういう時だけいい子にしてたりする子もいるのかもしれませんけどね、まあ、そのお年玉でえ今年は何を買おうかなとかねこんなものをチャレンジしたいなとかいろいろあるんじゃないかなっていうふうに思いますけどまあもうね私も楽しみだったからそれを追い込めいこにあげられる幸せっていうのもあるななんていうふうに思ってますけど年々、まあ、ちょっとおばさん大変になってくるなっていうふうに思っております。 そしてねあのうちはもう元旦だけはあの本店お休みなんですけど、えー、支店は元旦から営業もしてたりするので実際あの、池田屋は、まあ、年中無休ということになってしまうんですが、えー、今日も実は頑張ってくれているスタッフもおりますので、えー、私はちょっとねゆっくりさせていただく日なんですけれども何、まあ、かあったら、えー、すぐちょっと応援行けるような体制を取りつつ、えー、家で家族と過ごしております。 そして、えー、明日1月2日月はは毎年私は明治神宮ににお参りに行きます、あのー、明治神宮はとても我が家では思い入れのある、えー、ところなんですけれどもね、あのー、私の祖父が、えー、明治神宮の参拝団を,を、まあ、埼玉の中でちょっとねまとめていたというのもあって、えー、祖父がいつも行って。 お参りに行っていて、ちっちゃい頃ね、一緒に連れてってもらった思い出があって、もうどれぐらいだろうな、十、もう明治神宮行くようになって15年ぐらいになりますかね、あのあちょっと明治神宮にこれから行こうって思い立って、初詣ってどこ行ったらいいかなと思った時に、明治神宮だなって、ピンと来た時があって、まあ、それ以来ずっと明治神宮お参りさせていただいております。まあ、もちろんあの、年越しでですね、 あのもう地元の神社にもお参りしてまして、えー、もうその自分の何ですか、えー、自分の地元の氏神様 にお参りして、そして2日は明治神宮にお参りするっていうのが私のコースになってます。そして3日になるともうね。毎年恒例になってきてます。けれども、箱根駅伝を応援しに行っております。まあ、袋ですね。2日にもう大手町を出発して。 箱根に到着した選手たちが帰ってくるのが3日になるんですけれども、えー、毎年、ですね、えー、日本橋三越の向かい側、富山間というね、えー、富山県のアンテナショップのあるところなんですけれども、そこの前を陣取りまして、えー、そのお三越との間の通りをもう日体大ロードとよ勝手に呼んでるんですけど、日体大の旗を持ちまして、えー、応援団を作って。 やっていますもういつもね箱根駅伝を応援する OBOG 会日体大花房会っていうのもやってましてもうそれもね2013年に母校日本体育大学が選考会から這い上がって奇跡の総合優勝をしたというね30年ぶりの総合優勝っていうもう快挙が起こった時があってそれ以来この僕を応援する箱根駅伝っていうキーワードだけで「 学部も学年もクラブも一切関係なく、ただ僕を応援しようというその愛だけで集まる OB 王子会を私、えー、運営してまして、その事務局長なんですけども、えー、そうんいつも、ね、応援するためのミーティングとい言いつつ、戦略ミーティングと言いながらね、あのー、仲間の神田で、東京・神田でやってます、素敵な老舗のお料理屋さんで。 海跡料理のお店でみんなで、えー、おいしいお料理をいただきながら、えー、時には松並理事長もいらっしゃったり、えー、同窓会の学長先生がいらっしゃったり、えー、教授の方々もいらっしゃりながら、えー、だんだん大きな会になりまして、もうそれも10年続けましたからね、35回やってきてますが、そのお花房会を率いて、えー、日本橋で。 ゴールをもうあとちょっと1キロ半というところの手前で、えー、みんなで全力で応援するということを、えー、もう10年やっています、うん、コロナでねちょっと現地に行けなかった時があったんですけど去年から復活しましてまた遠藤へ行きますのでお近くの方はですねぜひ、えー、1月3日 日本橋三越の向かい側富山間のもう先頭に立っておりますので私を見つけたら是非、えー、ラジオ聴いてるよって声をかけてください。 はいえー、私も、ね、日体大の、あのー、タオルマフラーしてたりとか、軍手してたりとか、日体大って分かるような格好してますので、ぜひ声をかけてくださいね。えー、もういつもですね箱根駅伝には本当にドラマがあって、もちろん母校を応援するのは当然なんですけれども、全力で走ってる選手、そしてそれをずっと支え続けてる監督、えー、それぞれのドラマを、えー、現地で感じられると、本当にですね1年、私も頑張ろうと。 勇気をもらえる、えー、パワースポットでもありますので、ぜひ皆さんね、一緒に観戦していただけたらというふうに思います。さあ、ねえー、年が明けて新年といえば、ね、皆さんも1年の抱負、目標を決めていると思いますが、もう決まってますか <laughs> 私は、ね、いつも1月の箱根駅伝の応援が終わると翌日から45日です、ね、山中湖の別荘に行って富士山を見ながら富士山のふもとでエネルギーを感じながらです、ね、自分が宿というのをいつもやって1年の計画を立てていました。ですが うんとね、それだとちょっとなんかスタートが遅れるなっていう気がしていて私がもうとっても尊敬するビジ,あのビジネスパートナーのお一人なんですけれども、えー、お金と心を動かす会話術というもうセールスのもう神様のような方がいらっしゃるんですがライフデザインパートナーズの浅川智人先生が毎年目標は12月前の年の12月のうちに 1>, 1年を振り返りそして目標を決め、えー、もう元旦から動ける準備をもう整えて新年を迎えるっていうことをお聞きしてたんですよね前々から。ただからなんとなく私のスケジュール的にそこが難しいなと思って自分合宿からそれをスタートするようにしてたんですけどなんかね 今回は違うなと、やっぱり年内で全部振り返って、えー、まだ欠けてるところ、不足してるところは全部仕上げて、その上で1年の計画を立て、元旦からもう新しい挑戦をしようと思いまして、今年は12月のうちにもう早々に振り返っちゃって、えー、目標を決めました。もうなんかね、本当に1年、えー、たくさん。 いろんな経験があって失敗もあり成功もありその一つ一つが私を作り上げてくれたんだなっていうことに感謝しつつ決めた目標ってなんかねもうめちゃめちゃ清々しいなっていうふうに思っております貴重だなと思ってますえそんな私の抱負ですけれども,もう自己成長と挑戦もうこれを絶対頑張ろうと思ってます自己成長と成挑戦です まあこれね、よくあるこ、うん、目標のフレーズかなと思うんですけど、ちょっと今年はですね、えー、いろんな意味で、本当にチャレンジをしていこうと、シフトチェンジをしていこうと思ってます。というのは、私ね、去年、おととしと、実は、あの天柱シャツですか。<laughs> なんかねあの やっぱね、そういうのもあるなって私は思っています。まあ、精神的なことだよとかね、えー、なんか思われる方もあると思うんですけど、なんかそういうバイオリズムっていうのはやっぱあるんだなと思っていて、まあ、正直この2年間、私自身、すごく苦しい状況もありました。特に去年はですね、あのまあ、これは私自身の責任でもあるんですけれども、えー、信頼している仲間、 が、うんまあ、えー、悪く言うと、 まあ、ちょっと信頼を裏切られたと言いますかね。あ、でも、そういうことがあるんだな、学ばせてもらったな、というふうに、私は今では思っています。うん、でも、その起こった時には、すごくこう、腹立たしかったり、憤りを感じたり、もうそれをどう受け止めていいか、自分の中でどう処理していいかわからないとか、まあ、いろいろあったんですけど、これも学びの機会をもらったというふうに、えー、切り替えられるようになりました。 なので、えー、新しい取り組みをしようとか、えー、昨年はもう、 何ヶ月だ、えー、?8 ヶ月ですかね、えー。スイスの国際本部と毎月、えー、月2回ミーティングを設けて、えー、日本が成長していくために、私自身が経営者としてその役割を全うするために、そして受講生の方、アセンティブの仲間の皆さんのお発展のために、私自身ができること、組織としてできること、これをすべてですね、えー、もう1回、えー 再構築し直して、えー、一から、一からでもないですね、えー。積み上げたものをベースに飛躍できるようなプログラムに作り変えようと。もう昨年は半年ぐらいずっと頭を悩ませ、悩ませ、えー、やってきたんですけれども、これをいよいよ、えー、スタートさせるぞというのが、ね、今年の目標です。まあ、今年はなので、新しいスキルを私自身も学んで、健康的な習慣を身につけて、 えー、多くの人たちとのつながりを大切にし、より良い未来を築くために努力をする、もうこれを私の目標としていきたいと思っています。えー、特に、ですね研究者としての成長ができるように、今年は、視、えー、座を高く、そして俯瞰してみる習慣をの身につけたいと思っています。視座を高く持って俯瞰してみる習慣化というところですね。 ま忙しくなると、目の前のことに追われて、ついつい近いこと、細かいことを処理し,してしまいがちになるんですけど、今年は俯瞰力といいいうのを身につけたいと思いますこれは昨年ね、私もあのコーチングをね、えー、あずっと尊敬している方のコーチングを受けて、えーあの、分かってはいたんですけど、全然実践できてなかったことだったなというふうに思って。 苦しい時はね、どん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 なんか背中が丸まって縮こまってた私を、もう一回こう高いところから、えー、見つめ直すっていうきっかけをくれた言葉でもあります。視、えー、座を高く、そして俯瞰力を身につけるということなんですが、鷹のようにですね、鳥の鷹のように、鷹ってね、低いところは飛ばないんですよね。えー、空高いところから常に全体を見て、 ね狙いを定めてそこにまっしぐらって,っていうねだからえー、まあ自分が狙った獲物を獲得できるつまり達成できるっていうことなんだっていうのが分かりましたなので鷹のように空を高いところから、えー、全体を見るっていうことを意識していきたいと思ってますなので鷹ってねもう 高いところから全体を見てるってことは、細かいところまでは目には入らないんですよね。でも全体を見るっていうことがすごく大事で、で細かいところはこれからは人できる人に頼む、これを意識していこうと思ってます、うんえー。権限以上ですね、役割分担をするっていうことが大切ですよね。 一人で、あれもこれもそれもどれもってやるのはね、もうとっても無理なんですよね。体は一つしかないし、一日24時間しかないので、できることとできないことっていうのも当然出てきます。で、やるんだったらば、自分ができることを最大限にパフォーマンスを発揮できるように集中する。選択と集中っていうことも大事ですよね。なので、やることと、 やらないこととを決めてて行動したいと思ってますこれ実はね私自身がいつも講座の中で皆さんにお伝えしてることなんですよねやることとやらないことを決めていくでもやっぱりねなんかね背中がこう縮こまってるとなかなかそれをね、えー、実践するのって難しくなっちゃうのでよしちょっと信念だからここは切り替えてもうちょっと高い静から俯瞰して ややることとやらないいいこと、と役割分担をして、て、え、て、ー、今年はやっっきたいと思ってます。なので、これを聞いてくださってる皆様、ね、受講生の方も聞いてくださってますし、仲間も聞いてますし、えー、もしかしたらね、えー、日頃聞いてくださってるパスリスナーの皆さんにもえ、ちょっとこんなこと助けてくださいって、ね、お手伝いしてくださいってお願いすることがあるかもしれませんが、その時はぜひよろしくお願いします。 <laughs> こう言うトーくとね、私も気持ちが楽だなとかね、お願いできるってとってもね、素敵なことだなと思うんですよね。相手を信頼しているからこそお願いできるし、そして、えー、私のことも信頼してくださってるからこそ、えー、それを手伝おうと思っていただけるんだなというふうに思うので、この関係性を大切にしていきたいと思ってます。まあ、私たち経営者はね、あのー、ある本で読んだんです。 ことがあるんですけど、えー、検車っていうのは下りエスカレーターに乗ってるようなものだっていうお話を聞いたことがありますねその下りエスカレーターに上を向いてあの流れと反対方向を向いて乗ってるようなもんなんですって歩みを止めてしまえばどんどん下がってってしまうんですよねね止まってたらずっとそのまま下に落ちちゃうんですけど エレベーターが下がるスピード以上に早く上に上に足を進めて動かしていかないといけないんですよ。これにはすごく負荷もかかるしプレッシャーもあるんですよね。でもこのエスカレーターを登りきれば今まで見たことのない景色が見えたりとか、ね、それを何かこうねこれをつかめるそう信じて頑張っている方も多いことだと思います。私もその一人なんです。 このエスカレーターの周りに、自分一人でもう一生懸命、一生懸命上に上に逆走して登っていくんじゃなくって、あなたを信じて応援してくれる人が周りにいたらいかがでしょうか頑張れ、頑張れって言ってくれる人ですね。えー、たまにとと横から、ね、お水をくれたりとか、おしぼりくれたり、ね、こんな人がいたらいかがでしょうかリレーションシップマーケティングは、周りの方のお力をお借りできる。 えそして皆さんの応援をしてもらえる仕組みですそんなあなたの応援団とつながり関係構築関係維持を今年は意識してみたらいかがでしょうか今年は私はリファーラルチームのメンバーと交流そして活動のすべてを記録してどのような成果につながったかを振り返ることを習慣化していくこれを実践していきます 毎日記録をつけて振り返り次のステップを計画することを決めてすでに実は、えー、昨年から実践しています。それを、ね、手帳に細かく書いてるんですよね、まあ、日記みたいに書いたり、まあ、気づいたことを、まあ、あのコメントとか、ね、一言書いたりしてるんですけれどもこれを毎晩寝る前に手帳を開いて一日を振り返って明日を考えて眠りにつくそうすると、ね、毎晩ワクワクして寝られるんですよね。 1>, ま1年が終わる頃にどのような成果が見えるのか、まあ、今から楽しみです、えー、お正月でね、えー、今寄生されている方も多いと思いますこの放送を地元でお聞きいただいているかもしれませんね日頃会えない方、えー、ご家族や離れている友人との再会も楽しんでいることでしょうリアルで会えればそのぬくもりと会話をぜひ楽しんでください情報交換もできますね SNS だけじゃなくって電話やビデオをでも結構ですから えー、声を聞くだけでも心が温まります遠く離れた人ともコミュニケーションが取れる絶好の機会ですとてもいい、えー、時期なので文字だけではなく声でコミュニケーションをとってみてくださいそれがきっと今年1年あなたが頑張れるための後押しになってくれるはずですアセンティブジャパンは2024年1月からアセンティブアカデミーとしてリニューアルします より実践と成果を出しやすい環境とステージアップのアドバンスプレイプログラムを充実させました紹介を自ら生み出し向上的に流れ込むあなたのリファーラルパ,ープライ,ンをパイプラインを引き、えー、紹介が途切れないような挑戦を作るお手伝いをします是非一緒にチャレンジしていきましょうアメージングビジネススペクタクラーライフ、えー、今年も是非お付き合いください お相手は池田あゆみでした。それでは、皆さん良い一年にしていきましょう。have a nice day。